リーボック、リーボック、英語、リーボックは、イギリスのスポーツ用品ブランド。1900年創業の JW ホスター社に発を、発資、ザプンプテクノロジー、インスタプンプシステムや、衝撃吸収の MX、3DMX の開発により、機能性の高い製品開発に長けた企業という、認知を得る。また、1980年代のフィットネスブームの、 きっかけとなったエアロビクスシューズ、フリースタイルなどヒットによって最盛期には北米の大手スポーツ用品ブランドの中で1、2位を争うまでの規模を誇った。現在はアディダスグループ参加としてブランド展開している。グローバルのブランドメッセージは You are move。スポーツ用品を取り扱う以外にフィットネスプログラムの提供なども行う2009年に 世界的エンターテインメント集団、シルク・ドゥ・ソイユと共同開発した、ジムワークアウト、ジュカリフィット・ツー・フライ、ジュカリフィット・トゥ・フライを発表。日本国内では、タイカディーボック・ハロー・キティなど、独自製品の開発、売りも行うとともに、消費者参加型のランニングウォーキングイベント、ディーボック・ランナーズを開催する。1982年、アッパーに、医療用のガーメントレザー。 天然比較を初めて採用したエアロビクスシューズフリースタイルをリリース。これ以前に同競技の使用に満足できるシューズはなく、当時のエアロビブームと相まってリーボックを代表するヒット商品となった。また、当時タイアップ契約を結んでいた女優のシビルシェパードが鮮やかなオレンジのフリースタイルを履いて1985年のエミー賞受賞式に出席して、 話題を呼んだことや、ニューヨークの OL の通勤靴としても支持されたことなどをきっかけに、普段も履ける靴という認知が広まった。これまでにも、数多くのデザインが誕生しており、シンプルなものからポップ、さらには、奇抜なものまでと、豊富なバリエーションにより幅広いターゲットや様々な利用シーンへの対応を可能にしている。1989年リリース。 靴本体に装着されたポンプを指で押して空気を送り込む機構ザ・ポンプテクノロジーを取り入れることで足全体、ただしつま先を除くで高いフィット感が得られるとしたバスケットシューズがザ・ポンプ。機構名がそのままモデル名となっている。発売当初同様の機構を持つ他社製品の8から10倍の売り上げを記録し当モデルのスマッシュヒットをきっかけにランニングテニス エアロビクスクロストレーニングアウトドアシューズでザ・プンプテクノロジーを採用した製品がリリースされた。2009年には発売20周年を迎える。ポンプチェンバー空気質がアッパーの一部となることでフィット感の向上と軽量化を達成したとするインスタプンプシステムを発表。同機構を備えたインスタポンプフューリーが1994年に ランニングシューズとして初登場した。機能と共に奇抜なデザインも消費者に受け入れられ、ナイキのエアマックスと共に90年代に起こったハイテクスニーカーブームの立役者という評価を得る。現在も様々なデザインの製品がリリースされている。2007年12月にリリースされたランニングシューズ体感は日本陸上競技連盟女子長距離マラソン強化部長。 金鉄彦が推奨するランニング法、体幹ランニングをサポートするシューズ等コンセプトのもとに開発された。シューズと双方のマスターで地面からの反発力が利用できる足の筋肉だけに負担が集中しないので足腰の故障が防げる体の筋肉をフル稼働できスピーアップする消費エネルギーが増えダイエットに効果的という4つの効果が得られる他に 美しいランニングフォームが身につくとしている。美脚、ヒップアップなどの美容効果を全面に押し出した女性向けシューズ、イージートーンを2009年2月に全世界に向けてリリース。ショッピングや通勤、通学、散歩など日常生活でのより多くのカロリー、消費を可能にするとしている。最大の特徴はバランスポットと呼ばれる空気が注入されたソールで、 ソフトなクッションの上に乗ったような微妙な不安定さは、ハムストリング筋、被覆筋、大電筋など美脚、ヒップアップに欠かせない筋肉を鍛えるとしている。しかし、アメリカ連邦取引委員会は、リーボックが2009年から展開した、イージートーンを履いて歩くと、他の運動靴と比べヒップが28%引き締まり、被覆筋の筋肉が11%多くつくことが、 証明されたという広告には、科学的根拠がなく、機能を課題に表示していると指摘し、2011年9月に、リーボックは2500万ドルを支払うことで和解し、リーボックは、イージーと音声製品を購入した人への返金に応じている。わずか 139g1 と、履いていることを思わず忘れてしまうような、軽さを実現。マシュマロのようにふんわりとした、 新感覚のシューズで、アッパーはブラジャー素材で作られている。シームの少ない伸縮性に優れたストレッチ素材が、足全体を優しく包み込むと同時に、通気性にも優れている。また、ソールにもピローのようなクッション性の高い素材を使用し、長時間履いても快適な履き心地が持続。また、ミランダカーをグローバルアンバサダーに起用し、世界中で様々なプロモーションを実施。 ランニングの記録保持者だったエドアイストーン氏とアルテューロバリオス氏を共同開発者に迎え、より軽量より速く走れるプロダクトというテーマを追求して作られたランニングシーズ。日本語で送風機という意味の名称の通り、サイドに搭載されたウィンドウメッシュによって実現された高い通気性が特徴で、そもそも通気性がシューズのテクノロジーとして認識されいなかった。 当時においては、極めて斬新で高機能のランニングシューズとして存在感を示した。また、クッショニングには、NASA などと共に高性能素材を開発していた、ヘクセル社とリーボック共同で開発した軽量の衝撃吸収素材、ヘクサライト、ヘキサライトを採用し、さらに土踏まずに当たるアーチ部分には、耐久性の高い熱化素性、ポリウレタンエラストマー、 トップというプラスチックーツを搭載することで着地から蹴り出しの安定性を高めスムーズな足運びを実現。他のスポーツ用品ブランド同様、吸湿発熱、衣服内温度調整、耐電防止などの高機能繊維を多くの製品で採用している。競技カテゴリーに分類される製品はフィットネス、ランニング、バスットボールがあり、この他に スポーツファッション、ストリートファッションなど幅の広いカテゴリーに分類される製品もある。特徴的なものとしては、体幹のランニング時の姿勢をサポートするウェアや、ハローキティやシルク・ドゥ・ソレイユとのコラボ製品などが挙げられる。ハローキティ生誕35周年を記念して生まれたコラボレーションライン。キャラクターやリボンをあしらったリーボック・ハローキティを2009年9月にリリースした。 スポーツカジュアルのラインナップには、パーカー、ワンピース、T シャツ、パンツ、シューズがある。販売は、日本国内のみとなっている。西暦は、契約年自動車競技1988年チーム、ハセミモータースポーツドライバー、ハセミマサヒロ、高橋健二使用車両 DR30 型日産、スカイライン RS ターボ、HR31 型日産、 スカイライン GTS-R。1989年チーム、ハセミモータースポーツドライバー、ハセミマサヒロ、アンデルス・オロフソン、ハセミマサヒロが JTC シリーズチャンピオンを獲得。使用車両 HR31 型日産、スカイライン GTS-R。1990年チーム、ハセミモータースポーツドライバー、ハセミマサヒロ、アンデルス・オロフソン使用車両。 BNR32 型日産、スカイライン GT-R。1991年チーム、ハセミモータースポーツドライバー、ハセミマサヒロ、アンデルス・オロフソン、ハセミマサヒロが JTC シリーズチャンピオンを獲得。使用車両、BNR32 型日産、スカイライン GT-R。人物2005年、酒井、ウィリアム・ユーマ、2006年、2013年。 2014年、2015年、2016年、組織、大会2007年、2009年、2014年、プロダクト。その他、リーボックジャパン、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。